俺の名前は祭りだ行くぞ。当時完全に引きこもりだった。社会から必要とされていないだけでなく、親からも煙たがられ。いい加減働くか大学行くかはっきりしなさい。葉っぱをかけられたところで現状を変えられずにいた。家から出たって何も楽しいことなんかないじゃないか。だからただただネットの海をさまよい続ける。掲示板のサイトで祭り空に出会ったのはちょうどそんな矢先のこと。なんだこれ。祭りは基本運営との戦い。大きな組織の横暴にメスを入れるのが目的だ。もちろんまともなことをやってる企業には攻撃することはない。不正や偽善をやっていたりシステムに落ち度があったりする場合に突っ込んで楽しむのが祭りの醍醐味。しかも祭りの参加者の一人一人がこれは社会のためにやってるんだとの強い自負を持っている。だから熱くなれるんだよ。もちろん住人と一致団結している感も半端なく気持ちいい。入足 VIP 版住人たちのこの情熱はもはやドラマだ。今回はそんな入足 VIP 版住人の血と汗と涙の結晶である伝説の祭りを3つ紹介させてもらおうと思う。その1、チョココ事件。祭り、ココザルくんのチョココをわさび味にしてガキども泣かそうぜ。一人一回投票して協力者求む。そんな一致の書き子からチョココ VS わさび投票はスタートした。わさび好きな俺は当然投票する。3ヶ月、投票期間長いな。それな。いや、だからこそやる価値がある。面白そう。これ名前欄実名じゃないとダメな感じ。新一と書いてコナン6歳で入れたった。サラリーマン銀太郎2歳女で入れてう。名前レスはどうでもいいから、ゆとりはわさびに票を入れ続けるわ。ココザルくんでわさびに入れたった。わろた、俺もそうするわ。楽しい。てかみんな思う。当然俺も1票を投じる。 VIP による組織票がココザルを追い詰める。ココザル3281票、わさび2446票。確実に縮めてる。わさびの勢いえげつない。連れ立てからたったの1時間でわずか800票差。わさび大躍進。これは期待大。そしてついにココザル3408票 VS わさび3021票と互角の争いとなる。完全突破。だいぶ詰まってきたな。逆に今チョコに投票してるやつって何なの。受け読め。わさび苦手だけどガキとクソザルのために頑張るわ。逆票差。あ、ちょっとあと30票。逆転きた。この時ばかりはしばし達成感に酔いしれ、やり遂げた感でいっぱいになる。俺たちビッパーなめんなっつーな。もうわさびの勝利は時間の問題だった。しかし事態に気づいた運営側がわさびだけ投票できないように細工を始める。ついに気づかれた。どうしよう。俺に任せる。エンジニア VIP が本気を出しツールによる投票が再開。するとわさびの票は220万以上に。なのに公式サイトで同一 IP がうんぬんとか表記が加わるとわさびの票はなぜか激減。たったの2000票になってしまう。そっちがそう来るならこっちもやってやろうじゃない。リッパー魂に火がついた俺は再びツールで巻き返す。すると、なんじゃこりゃ。運営がツール対策で文字認証を導入してくる。サーバーに負荷がとか言い訳しつつ運営による本格的な工作が開始された。投票できない。なのにココザル君の得票だけ伸びてる謎。そんな折途中経過で投票数が発表される。わさび票が減らされココザルくんが勝ってることになってるよ。ゆゆしき事態だ。俺に任せる。再びビッパーの一人がツールをアップデートして再投票。再び息を吹き返したわさびの票数は200万票を達成。これはもはや革命だ。だがしかしさらなる運営の反撃が開始される。ツールが封じられた。 IP 制限までかけられる。ツールの制作者が伸び率チェッカーでチェックしてみたところ、わさびがどんどん減らされていることが露呈される。介入が露骨すぎてもはや笑える。最新の得票数が漫画週刊誌に掲載されたのは翌週のことだった。ここ1527票 VS わさび539票。
やっぱチョコ味が正解だね。いつの話してんだよ。この偽装はひどい。最初からチョコを勝たせる気ならこんな八百長してんじゃねえっつーな。あげど、俺らの時間返せ。もちろん黙っちゃいないのがビッパー。なぜ？れわさび味の生産技術すらないゴミ企業は潰して正解。消費者なめんな。怒り浸透。しかもどっちにもチェックを入れずに投票するとココザルチョコに入るように設定されていた事実まで発覚。こんなボーリング許されていいわけがない。仕切り直した後の投票再開。わさび味は2万3万4万と票を増やしていく。今なお増えたり減ったりする投票数。運営が必死だな。だがまたわさびの得票数が減ってる。ツール作者による検証の結果、運営は3分間隔の小幅な削除、30分間隔で大幅な削除をしているとの疑いが濃厚になる。俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日もこれからもくじけることは絶対にない。10日後、ビッパーたちの努力によりわさびは再び50万票を獲得。そしてこの話題はポータルサイトのニュースで紹介されたのである。手に汗握る勝負もいよいよクライマックスに。結局負けた。初めて参加した祭りは玉砕に終わった。次こそは絶対に世界をギャフンと言わせてやる。意気込みを新たにする。その2、パーソンオブザイヤーで田代正史への大規模組織票。その年はサウジアラビア出身のイスラム過激派テロリストが注目されていたが、日本国内でも一人世間を騒がせている男がいた。それが田代。ピッパーが本気出したら今度こそいけんじゃね。やらないか。やるとスタートしたのがこの祭り。アメリカで1923年に発行された歴史ある雑誌のパーソン・オブ・ザ・イヤーで国内で注目を集めていた田代正史を1位にしようと画策したビッパーにより、投票ページへ大量の組織投票が行われたのである。誰だよって言われそうだね。逆に田代知らないのってノリでいけばもう満タイ。お前らくせ。とにかく誰もがワクテカしていた。アンチヒーローが世界を代表する人物に認定されたらそんなんおもろすぎやん。最終的に田代はイスラム過激派テロリストに約2倍の差をつけて1位を獲得したのであった。これぞビッパーが結集した結果。世界中にビッパーの威力を見せつけられたな。ビッパーなめんな。やったぜ、初白星。まさにビッパーが世界を震撼させた瞬間だった。その3、バレンタインうまうま棒買い占め事件。バレンタインイコールチョコ食ってリア充があちらちする日って概念変えない。一人のビッパーによる書き込みがきっかけだった。何か、はうまうま棒はどう。それいい。続々と賛同するビッパーたち。だからつい俺も。じゃあ目標は全国のコンビニからうまま棒をなくすで OK?OK! とは言ってみたものの、俺引きこもりだったよ。正直に打ち明けてみるか。実は俺引きなんだ。だったらこれを機に外出てみなよ。どれどれ、ゲンゲリビッパーたちから背中を押された。祭りを成功させたい。それにみんなの期待にも応えたい。思い切って出てみるか。運命の日がついに開幕。全国のビッパーがうまうま棒を買いに買い占めまくる。まずはロートンから。多分も祭りに参加してるぜ。これは全コンビニ対象でいいんじゃね。よし、俺もいざ出陣。母さん、ちょっと金貸してもらえない。買いたいものがあるんで。そうして俺は無事うまうま棒の買い占めに成功。好きだけど頑張って買ってきたよ。あつー、グッジョー。大したもので、挑戦の嵐だった。結果バレンタインの日うまうま棒は完売御礼。逆にチョコはその残り。バレンタインの常識を覆すといった金字塔を達成した俺たちビッパーは、今までの歴史を塗り替えた上、うまうま棒の生産数にも貢献。どうよ、俺たちの力を思い知ったか。いいことしかなかった。でも、こんなに食べきれるわけないよ。
うまうま棒を1000個も買い占めた俺は頭を悩ませていった。だったら児童施設に寄付すればいいじゃん。その手があったか。以前の俺なら面倒くさがってただろうけど、脱引きできた上ビッパーとしてのプライドが芽生えたため、そうすることが当然のように思えた。ありがとうございます。いえ、どういたしまして。お兄ちゃんありがとう。感謝され、少し背中がこそばゆかったけれど、いいことをした充実感でいっぱいだった。結果、祭りのおかげで自信が持てるようになっただけでなく、引きこもりまで卒業することができた。祭り、いいことしかなかったぜ。いらっしゃいませ。そして今俺はコンビニで働いている。いつ祭りが開催されてもいち早く参加できるからな。我ながらいい選択だったぜ。 PS、 にちゃんの祭りは祭りであるだけでなく社会的にも正義。